どうもボーターズ船健太です。しまるです。本日急遽本編の前に入れる動画を撮ってます。かなり大事なことをお伝えしますので、ぜひ最後まで見てください。で、少し前の動画とかで俺らのサイトや AI について話してきたんやけども、3月1日に有料になった時点でありがたいコメントやいろんな意見をもらったよね。で、本当にコメントとか意見って人それぞれあって、今後も使っていきたいとか、金額がちょっと高すぎるとか、そういう風な使ってみての率直なコメントをたくさんいただいて、ありがたいと思う反面、これ改善していかないといけないっていう部分も出てきたと。で、まず一番最初に多かったのが月額制なんよ。あ、そうだったね。ここ甘かったね俺らね。そうだね、説明した段階で月額制じゃないんだみたいな感じのコメントが多かった。正直、ここまで月額制に需要があったとは俺は思ってなかった。全く想定しなかったね。そう、あと金額の部分、もうこれは700円は高すぎるっていうのが正直いっぱいあったんです。確かに俺らも高いと思ってたよ、で、なんで700円だったかっていうと、まず無料期間中に俺らの AI の予想を視聴者の方がめっちゃ買ってくれたの。そうなんよ。で、オッズがめちゃくちゃ下がっちゃった、これね、正直想定してたよりもめちゃくちゃ下がったね。びっくりするぐらい下がったでしょ。で、それが回収率に影響しちゃってて、本来のパフォーマンスよりも本当に低い数値が出てしまった。そうそうそう、俺らが想定してた期間、まあ2週間ぐらいだったけど、そこよりも下がってたよね。みんなが買ってしまうとオッズが下がるよってことで、それを踏まえて閲覧数を抑制するって意味で700円が最適なんじゃないかっていうことでこの金額にした。ただこの金額って高すぎるなって、普段見てくださってる方たちに寄り添えてない金額やった。そうだね、で、結局閲覧数を抑制して回収率が元に戻ったとしても寄り添えてなければ意味がないってなったんです。そう、この AI を作った時の目的が変わってしまってると。だからちゃんとここにはその AI の予想と寄り添うっていうののバランスをちゃんと取らんといかんってことなんですよね。で、今回その意見やコメントをいただいてどう変わっていくかっていうのを今回今から話していきますので、ここからがめちゃくちゃ重要になってきます。まず金額について、今って一つの AI に対して700円なんよね。で、今実装してる AI が5つあって、この5つの AI 一個一個に700円かかってたと。で、それを変えます。これをどう変えるかって言ったら、1レースにつき300円でまず AI 予想が見れる。で、この300円見れる時に、あ、なんだ、1つの AI が300円になったじゃなくて5つ全部300円で見れると。で、次にこれがめちゃくちゃ要望が多かった月額制、これを導入します。これが、月々1980円になってる。月額の詳しい内容ってどんなのかって言ったら、1日の中で2レース好きなやつを見れると。で、単純計算にすると月額制の人は1レース30円から40円で予想が見れますよっていう形になったと。使う人によってだよね。例えばもう土曜日しかやらないよとかいう方だったらこっちだね、もう毎日やりたいっていう人だったら月額制。そうそうそう、ね、そういう風に人によって使い方を分けるっていうのも、全然できる。柔軟性を持たせつつ価格を変更したと。ただね、こうやって金額変更したけども、その前に使っとった人からすると、いやいや、その時に俺ら使いたかったって方もおると思うから、金額変更前に使ってくださった方もそれ全てポイントとして変換します。なので、損にならないようにしますのでご安心ください。で、さらにここから大事で、今って無料の予想を出してたよね。出してた。1日何個かって、なんやけど、これをもっと広げていきます。この有料に価値を持った人、お金払ってもいいっていう人は使っていただいて、この AI 予想に対してそこまでお金を払う必要ないよっていう方はもう全然無料のとこだけ使ってもらっても構わないんで、有料を絶対使ってくださいってわけではないです。何度も言ってるんやけども、 AI の予想に丸乗っかりしたら勝てるってわけでもなくて、じゃあどうやって使っていくかって言ったら、これをサポートツールとして見てほしいじゃん。だから AI が出した買い目とか見て、あ、俺だったらこう買おうかなとか、ここをバツって言ってるから言えないとかっていう風にすることができるように出してるんよ。もうあくまで補助輪ってことだよね。自転車とかじゃなくて、そうそうそう、補助輪程度のもの。そう、でもこれをうまく使えばみんなが回収率とか的中率を上げれるようなことも作ってると、だからここに注目してほしくて、あくまでこれはサポートツールとして見てほしい。そこだけ改めてもう一度言わせてほしい。で、俺らがこのサイトを作った目的っていうのは、ボートをしてる人がもっと船券を当ててほしい、で、もっとボートを楽しんでほしいっていう思いがあって作ってるからこそ、無料で粗悪なものを作っていくよりも、有料にしていいものにどん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 アップデートしていきたい。そしたらそのアップデートすることによって、その人たちがもっとボートを楽しめると思う。で、何回も言うけども、もう無料のところで使う人も無料で使ってもらっても構わないです。このサイトをどんどん使ってもらうことが俺らの一番の
目的なので、もちろん今まで YouTube で上げてた動画の情報とか情報略の情報とか、資産で言ったら展示の情報とか、今までと変わらず出していきます。なので引き続きよろしくお願いします。ちょっと長くなってしまったんやけども、今回は唐津に行ってきたんで、ぜひ見てください。情報略です。なかなかやったけどね。おはようございます。おはようございます。現在朝の7時に福岡県にいます。早すぎます。早いね。集合がボートレース丸亀の時と一緒。いやマジで、つか丸亀ないってあれこの時間やったけどね、うん、おかしいけど、あれ6時間待ちだったマジで。なんかね、うん、北海道とかもすごい寒い、うん、らしくて、なんかドイツとかだと海ももう波が荒れまくって風もすごい、もうワンピースで言ったら後半の海にしか出るぐらいの状態らしい、うん、そしたらドイツのボートレース10円になってるやん。ってことはドイツもってことはフランスもやろ、イタリア、イギリス、ってことは日本代表は峰竜太と松井しげるが出てるって聞いてるあれ違うの。いやでもここは白井英二か、やっぱり。いやそういうことじゃない。いやでもクロートで行くと辻映像もいいと思うよ俺は。いやフィリピンならマイケル田代、そういうことじゃないで今日は福岡に集合してるんだけど、ボートレース福岡に行くわけじゃないよ。そうボートレースからくない。で唐津といえばボートレース場がめちゃくちゃ新しくなったよね。あーって聞くね。そうで、やっぱりね最近ね新しくなった場、常滑とか行ったけど、新しいとこやっぱワクワクするんよ。あーそうだね。うなんか新しい要素が取り入れられてるもんで、そうなんかボートレース場って感じじゃなくなるよね。全国のボートレース場で唯一キッチンスタジオがあって、俺そこで船ケンズキッチンやろうかなと思って。意味がわからん。オリーブオイルこんな感じでかけて、まずどこにある。唐津何個駅行くん。22 27駅行かないかんね。ここからぐー知らないです。1時間半です。あ、そのかかんの。1時間かかって すごいな、これ誰もおらん。停車駅にご注意ください。まだまだやで、これないよね。誰が使ってるんやろね。寺田知恵選手だって、俺今村豊選手も言ってるの聞いたことあるもん。どういうこと。寺田知恵の握るおにぎりが美味しくて、それを食べてってなんとか増量してた。寺田知恵選手ぐらいしか使わないでしょ。そんなおにぎりエピソードあったんや。俺じゃあ寺田選手と仲良くなれるかも。どういうこと。俺そこのキッチンスタジオでギャンブル飯開発しようかなと思ってるんやけど。ギャンブル飯。塩おにぎりと生ハムやろ、うん、悪魔があそこに生まれてたの。ああいうキッチンスタジオで負けた人呼んでギャンブル飯作らせたらいいの作れると思うけどね。だいたい多分すごい。めっちゃ綺麗じゃん。めっちゃ綺麗だね。このまま見れんのかな。というか俺一番綺麗かも。だって太郎さん、レース場では絶対流れることのない音楽だから。本当や。うわ、綺麗。うわ、めちゃくちゃ綺麗や。水面も普通にやっぱ綺麗。うわ、なんかでもちょっと見づらいかも、ここ。本当だ。でも逆にめちゃめちゃ水面目線で見えるのすごい。いや、俺はね、何にも見えてない。木です。この葉っぱがいいとかそういう展示しか見えないです。で、やっぱすごいのが風強かったやん。ここね、木に守られてて全然風感じらん。本当だ。多摩川みたいな感じなのね。そうやね。なんかさ、ここの近さがすごい感じるんやけど。ほんとだ。なんか喋りかけれそうな。いけそう。うわ、船券買う場所がでも上なんやろ。うわすごいな。これすごない。肉肉ごぼ天うどんで、欲望の塊うどんって名前やと思うけど、これ有名なんかな。いや分からん。肉肉嘘だって。俺初めて食べた。うどんそばで嘘だって。これ肉肉うどんさ、めちゃめちゃすごいんやけどさ、すごいね。ボート見ながら飯食えるとこなくない。ないし、い放送すらやってないからレースが始まってることも聞かなかった。ほんとやね、放送やってないね。知らないんだよ。行きます。あ、これバカうまちょっと待ってくれ。このスープめちゃくちゃうまい。この麺の感じ初めてかもしれないです。ボートレース場の中で食べたうどんの中で一番うまいかもしれない。うん、こしがあるよ。今9レースやけん、これ食べ終わったら館内ちょっと探検してみ。散策。うん、結局キッチンスタジオどこ行ったの。これじゃん、見れるじゃん。あ、これか。あ、普通に見れるやん。え、
いやちょっと待ってくれ、これめちゃくちゃ綺麗やん。これシステムキッチンっていうやつじゃないの？俗に言う IH だし。多分ね、これ作ったやつ水面で見ながら食べてる。こんなクッキング教室ないんじゃない？日本でもここぐらいじゃない？俺の通ってるキッチン教室と全然違うわ。え、行ってんの？もうちょっと狭い、ABC クッキング行ってんの？あれ主婦主婦主婦シシマル。ガチで男一人。マジで？マジで？え、何作ってんのそれ？野菜炒め。クックパッドでいいやつ。誰がスマイルくんやねん。あれスマイルくんやったっけな。あれスマイル。あ、うわ、なんか安心する音流れてきたね。びっくりした俺、さっき下流れてないけんさ、違うとこ来たんかなと思った。やっぱボートレース場だったね、やっと。ちょっと練習で1レースぐらい買おうかなと思ってて、でちょうど唐津を攻略する上で重要なレースになってて、ちょっとここで検証してみて明日どうするかっていうのをちょっと考えたくて、これちょっと買いに行ってきていい？ちょっと行ってくる。この扉をね、くぐり抜けてからね、気をつけてくださいよ。あと締め切り何分とかね、レスマーチすら流れない。そうや、ちょっと待って、いかないか。そうや、そうや、わからんわ、これマジで。ここはね、ボートの存在忘れるから。乗降略情報1やね、乗降略情報1。マジでないわ、これ、ほんとや。310円ってめちゃめちゃ安いやん。どんだけ安いの？さっきのレースちょっと練習で買ってたんやけど、攻略に結構重要なレースで2号艇の篠崎選手のモーターがめちゃくちゃ良かったと、うん、でここ攻略情報の1つ目なんやけど、2号艇のモーター勝率が 40% 以上になると2コースの3連対率が 10% 上がるよ。例えば2コースの3連対率が60やったとしたら 70% まで上げてくる。なるほどね、そのモーターの影響で 10% 上がる。そう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 、唐津においては2号艇が一番モーターの影響を受けやすいよね。だから出走表見たりとか、あとこのボーターズのサイトでもモーター勝率が載ってて、モーターのここの2連対率を見てほしいんだね。 39.78、まあ、約 40%、 これが 40% 以上、まあ、近い選手がいたらその選手を軸にして買えば当たると。つまり2号艇にいいモーターの選手が入ると勝ちやすくなる、うん、俺もそういえば同じように情報出せるわ。冬の唐津は追い風に注意。とにかく冬はめちゃくちゃ強い追い風が吹くんだって。でコロコロスタートの見え方が変わる。風速1メートル違うともう選手の肌感 0.7 違うんだって。それだいぶじゃない？だいぶ反転してみる。そうするとスタートが突っ込みにくいっていうのがまず1個と、もう1個はターンがどうしてもオーバーになっちゃう。押されるからね、押されるね。しっかり落とした2号艇はずっぽり差しやすいっていうところがあって、やっぱり差し水面っていうのはそうだよねっていう。そうだね、これ追い風と向かい風差しが決まる確率、追い風の方が 7% ぐらい上ね。やっぱそれだけ多分押されるよ。ちょっと降りてみたら分かるんやけど、今あそこの旗がめちゃくちゃバタバタ揺れてる、うん、揺れてるけど、でもここら辺まで来るとこの辺ほとんど風を感じないじゃん、うんうんうん、感じないけど走ってる選手たちはめちゃめちゃ風を感じてて、だから肌感で今日風ないねとか思ったら多分カラスはダメ。あんな風に揺れてるけど俺らあんな暗いさ風感じてないよね。そよ風程度よね今ね。俺は一切感じてない。そう、ね、理由が暴風にあるもんね。現地に来ると全然違うのが分かったね、うん、すごいなんか新鮮やった、うん、行こうか、中入ろうか、うん、なんか俺らさ、あの若松の時こんな真面目にやってたっけ？あの時のオープニングって街、うん、の紹介みたいなのやったもん ね。ここでいろんな伝説のバンドが生まれていったよね。え、マジなやつじゃん。いやちょっと待って、レベッジやでこれ。え、サイエンスちゃんとエビでかい。俺らはさ、何を見せられてる？データおじさんの酒飲みを十何万人が見てる。いや、マジでね、こうやって美味しいご飯食べて、さっき温泉も入ってね、最高なんよ。最高、うん、もうこれでね、唐津は攻略や。あのね、たぶんさ、何にも改装するシーンじゃないの。え、いや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 、今日もう船券買ったやん。船券買った、310円当てたやん。あれね、ボーター寿司を最安値だ。情報出したやん。終わりやん。何にもやってない。終わりやん。うわ、増えた。
めちゃめちゃ綺麗なんやけど、この旭川本当に綺麗だね。今日の戦略なんやけど、うん、2号艇の差し率でちょっと見ていきたいんだけど、うんうん、俺の場合はボートレースからすると展示タイムが速い選手に活躍しやすいっていうところ、展示タイムがしっかりリンクするところっていうのが自分は狙っていきたい。展示タイムよね、うん、なんで展示タイムをまず見るところと、やっぱりピット離れとかそういうところもしっかり見ていきたい。できますか、うん。姉さん、この進入どういうこと？3が10分。え？3が10分前付け行って、こっち来たら4、5、5。ってことは3は3コース取りたいってことだよね。うん、だけど、ボートレースカルプのレイアウトの特徴なんだけど、ピット離れからターンマークまで一番長い距離ある。これがピット離れにしっかり持っててさせないと、平気でコースを取られちゃうっていう風な状況になっちゃって、今回の3号で伸びる結果を下げすぎてピット離れを失っちゃってる。だから本番もあのコースになっちゃう可能性が非常に高い。そしたらこれさ、うん、1、2、3にならない可能性があるってこと？ならない可能性ある。ここなんやけど、うん、なんで敗退かって言ったら、2号艇の差し率が 15% 以上やったら、うん、2号艇の3連対率が 70% 超えてくる、うんうん、インディング成功率が72やる。今話し合った結果、スーパーアルナシが使えるってことになったことだよね。ちょっと待ってくれ、あのネーミング決定した決定してるし、毎回あそこにキュッでもうね、あれ思ったけど、だいたい悟空とかベジータ並べるはずなのに、ナメック星人並べたちょっと聞きましょうか。それ中に聞く。それで あそこに3号艇展示タイム出てて、結構早いタイムだなっていうふうに。主にボートレスカルス2つあって、展示タイムに注目しよう。ボートレスカルスはやっぱり広いっていうところもあって、スロットレバーを落として回るっていうよりも、この感覚がもう明らかに他の上位よりも短い。とにかく伸びに持ってこさせようっていうのがまず第一。ただ2、ボートが常に安定してないといけないっていうところに関して、3号艇も常にバタバタしちゃってて、現地だともうウォン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 言っちゃってる。ただ直線が速いだけの船なんですよ。この2つを満たすところがポイント。8点でいくと美味しくないよね、うん、よっしゃ、まず1ですね、これできます。はい、ということで船券買ってきました。はい、今回はこちらになります、まずはインニゲ、うん、で、今回3号艇が展示台に出てたんだけども、うん、ただ操縦性が良くないということで3号艇切って出たんです。で、2号艇の差し率が高くなると、2号艇の3連対率が高いってことで2号艇を軸にした回だと、うん、まあ、ということで、これ初戦はね、3枚3枚、いきます。あれ、でもなんか入ろうとしてない？これねじ込んでる？うん、ねじ込んだ。いやちょっと待って、うわ、なんかすごい水面の近さを感じるんやけど、ここで見てたら。まず原選手、逃げてください、お願いします。スリットソロ、横一線、横一線でいい、横一線、よし、ナイススタート。4号で攻めてきちゃダメよ、まだまだまだ、粘って粘って、で、まず逃げて、これは逃げる状況がある。2号手、2号手、いやちょっと待って、うわちょっと待って、包まれた。2号手が沈んでしまった。一番良くない外し方かもしれない、これ。お互いの全然ダメなとこやもんね。2も全然6着やし、うわーこれな、うわこれはちょっと厳しいぞ。コースからしてもう読みが全然違くて、俺らの予想が全然違うとか来たけんが、うん、あ、1400円なんやこれで。そうか、安越先生、ちょっと一回普通に4と5やけど入るの、うん、一回これ3 2と3エア予想して当てれるかどうかちょっとしよう、うん、これシスさんは何でいきたい？ 1,2 とか 1,4、ね、1,2,1,4 逃げた時は俺も 1,2 でいいと思うよね、うん、買うとしたら、買うとしたらこんな感じやね。うん、そうだね。 1,4 なればいい。ないか、めちゃくちゃ遅れてたね。に遅れたね。シスさん、どう行きたいの？あのね、1、3、うん、1、6を狙いたくて。3、5、6、この10点だよね、俺、うん、2、3ね、近しいね、俺らにね。2人とも当たったの？そうです。で、これお互いにいいって言ったところを買っとけばよかったと思う。
けでね、5号艇に結構チャンスが向いてるなっていう。あ、5号艇そんなに、1号艇が勝つ確率が30しかないよ。254とかあれやで、 6.1 倍やで。やめやめ、ここ検します。いや、これ結構つくぞ。やばい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 、田代さん入ってきたらやばいよ。もっと入らんでよかった。マジでこれは入らんでよかった。47なんで半分ぐらいかな。まあ半分、半分って感じ。あー、剣多すぎ。マジ俺ら何してんねんこれ。何してんの。いや、これこの本棚もうちょっと改善できるなと思って。いや結構素敵じゃん。なんか素敵やろ。なんかこう部屋にあったらさ。そうよね、やっぱ統一感がないなと思って。統一感。ここにちっさんの宣材写真置いててもバレんのじゃないかなと思って。でしかも額縁つけて黒いのピーチ。しんどるやないか。あと今いっぱいこう本あるやろ、バーってね。その全部顔のやつをちっさんの顔に全部貼り替えて。管理してくれて。だってこの赤ちゃんケースってさ、シスさんって赤ちゃん側からここさ、シスさんになっててもさ、多分みんな気づかんない。あのね、俺の顔は赤ちゃん顔ではないのよ。これでもいいや、これはおもろいや。ここにシスさんの顔あったらおもろいで。シスさんかっこいいってよりもかわいいやん。俺展示見てる時の俺でしょ。え、シスさん、産後手どうやった。あんまだったね。あ、そうやったそうやった。ちょっと待って、展示展示。ここあれや、あの時間見えんけん、あれなんよ。いきなり走ってる。これはね、難しいレースになった。あれ、はい、また変わった。2コースまで行ってる。誰が。深谷選手相当余裕持って締めてるかな。取るよね。いやもう4号艇になったらもう別格だね。2コースの3連対率、今回から深谷選手3連対率81。80を叩き出すはまあない。だから悪かった手は。今回悪かった手が6号艇。え、これそしたらもう4頭1本でいく。1本もうね、スタートも完璧なの。そうよね。俺もこれ4頭でいく。センチタイム出るまで待つ。あ、センチタイムは5番と2番が出てる。5番の安子内選手、追加3者でボートが軽いもんで出てるっていうところもやっぱりある。これね、やっぱ差しが同じやから。4号艇の2コースになった時は2区は1か2しかないんじゃないかっていうところでまずこれ、うん、でもう1個2号艇の方は AI がちょっと入れてたよね。そうだね。で俺らもちょっと怪しいなって思ってて、うん、ちょっと一緒に入れたくない。あら出ない。いやマジで。いやどうだ、スリット揃う。さあこっから深谷選手、本当にお願いします。頑張れマジ。深谷選手お願いします。うわこれ刺せる、させる、させる、させる。4入ってこい。うわぁ逃げた。侵入にやられたな。むずいな、この侵入を読むところから。侵入読めてんのみんな、これ。どうするかな。どうにか侵入読めんかなと思うんやけどさ。うん、話は徐々に分かるようになってきてるんだけど、うん、このコースでこれだったらみたいな感じで考えちゃってるから、うん、それが崩されちゃうと結構大前提、船券の組み立ての時点で違くて、侵入がどう読むかもね。俺らって朝の段階で唯一意見があったところが11レースなんだ。まあ、そうだね。まだそこがあるよね。そこは多分ね、侵入は変わらんと思っちゃう。だけどそこでどうにか勝負はできるんじゃないかな。11が唯一の希望にあるってことですか。10意外といいかもね。展示素人から見ても分かる、どんどん伸びる。すごいね、私唯一止めれる選手2番原選手、うん、狙うなら2番かなと思って。いやここ俺2じゃなかったらもう攻略できんわ。データ的にどういう風に2号艇の1着率49高い。でじゃあ他ってなると1号艇のイニギリスは21なんで、もう
俺も新頭を見る4号手は絶対レに絡む。あらもうあの足は桁が違う。そうなの、おつみに行く、おつみに行く、おつみに行く。展示も来たね。これ展示タイム誰がいい？4と2だね。うん、シスさんの意見と展示タイムこれ合ってるわけやん、ね、ってことはさ、4号手軸で間違いないと。そうだね。で、この中で切れるとしたら俺5番なのかな。あ、5も悪いね、うん、これ AI 予想どうなってる？消す5っていうのは合致してる。だから AI ともポーターズとも合致してるっていうふうに言えるんだよね、うん、あ、じゃあそれ6点でいこうか、うん、これ6点入れたとしても6万になると倍になっちゃう。今回はこちらです。これ2頭ね、うん、2頭にした理由がお互い意見があったよね、うん、そうだね。あ、で4号艇にした理由が、うん、4号艇これ軸にしてて2、3着、うん、でここめちゃくちゃ俺らボーターズと AI がすごくリンクしてて、うん、これ今までなかったもんね。ここまででなかったからこそちょっと厚めにいってます。ラストショット、これいってます。頑張れ、スタート。胴体なら、胴体やったらいい。つか4号艇ちょっと遅れてる。これどう？いや、スリット揃うんじゃない？いやどうだ？いや、どうなんだこれ？どうどうどう？うわー、ちょっと待って、よし、いいよいいよ。いや、よし。で、2号艇いい。2号艇で、これで。これ2号艇、冷静に回れば勝てる。マクロ、マクロ。よしよしよし。で、2。で、2番。で、4が来たんだ。体、よし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 。あ、高いとこ来てんじゃないこれ。待って、2、3、4やったらいいよ。6、5はいないよね。よし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 。ドンピシャじゃん。で、2、4。で、ここで、なんならちょっと逆転あってもいいと思うけど、24、まず24、24、6号持ってるもん。ちょっと待って、ちょっと待って、刺さってないこれ。いかんいかん、それはいかん。いや、待って、刺さってない。あぶねー。あー、よし、見た。あぶねー。セーフ、マジでセーフ、危な。24ダビー追い上げてこないで。マジ回転数さっきこれで買ってるよ。待って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 。しっかり落として。落として落として、入らせれた。ダメ、入っちゃダメ、入っちゃダメ、入っちゃダメ。まだ。いやー、怖い。なんで、なんでそんなにモーター出てるの。絶対に刺さらんでね、刺さらんで、絶対に見えないね。24で、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 ダメ、ダメ。よし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 。いや、これ普通のボートレースは2、3着でなってんのに、なんで1着で争ってこんな俺らこう打てんの。で、3の方が高めなんよ。しっかり落として243、よし243、いけたね。よし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 。いや、ちょっと待って、またちょっと定感ちょっと縮まってきてる、うん、河合選手まだ狙ってる。原選手なら絶対せいに。いやー、なんかこの価格めちゃめちゃ高い。24、大丈夫よね。大丈夫か、大丈夫よね。わからんわからん。いや、いけてるいけてる。よし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 。243、よし。いやー、よかったー。おめでー。これ、24は全部1万1000入れたらいいよ。243高かったから。そうよね。24の中で高かった。そうよね。いや、これね、ちょっと思ったけど、モーターズとエアハマると強いかもしれない。3つがガチするのもね。そう。うわっ、15万ぐらい。うわっ、やった、攻略やろこれは。よっしゃーよっしゃーよっしゃー、あぶねー。出会いともポーターズとも合致してるっていう風に言えるんだよね、うん、太郎さんももうこれだ、2だよって言ってて、セスさんも2言って、 AI も2だったもんね。で、AI 4号でも言ってなかったもんね、うん、言ってない。これ1個武器できたかも。できたね、うん。おお、長い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 。ということで、ビッチです。159,500円ゲット。よしよし。はい、ということでお疲れ様でした。お疲れ様でした。なんかさ、当てるとやっぱ笑顔が溢れ出てるね。あ、本当にお金が増えたっていうあたりだけじゃなくて、ボーターズと AI ともうそのドンピシャで出たっていうのがやっぱり気持ちよかったね。結局今回いくらなったの？今回はトータルで3万だったただね、純粋に喜べない俺らがおるよね。なんか俺初めて来たからね、ピッコマ慣れってあんな感じなんだっていうの映像では分かったけど、現地では見ると違うし、そう、ね、まだまだ改善の余地はあるなっていう感じ。次にカラス作るときっていうのはね、やっぱ俺の中では決まってるから、うん、カラスには1個忘れ物があって、俺ら絶対それを取りに来なきゃいかんの、うん、絶対に取り返したい。そう、そうか。呼ぶ子のボーターズが来る時期っていうのはイカが取れた時期です。
なんで、次回は漁師さんにイカ取れてますかって聞いてめちゃくちゃ取れてるよって言ったらその時ボータンくるんで現地の方コメントよろしくお願いします。で今回カラス来たんやけど、この辺全然わからんくて、おすすめのご飯屋さんとか居酒屋さんとか、うん、居酒屋さんとか居酒屋さんあったらぜひ皆さんコメント欄に書いてください。はい、ということで今回もご視聴ありがとうございました。